はい、どうも、大勢です。本日もご視聴いただきありがとうございます。りょうさん。はい。最近さ、はい。もう12月終わりぐらいですよ。そうなんですよね。冬物も終わり出してますよ。そうですね。買い物してますか？買い物はしてます。してますね。あの、セールということで。あ、そろそろ。そうですね。冬の、はい。セールが始まっております。はい、どう、結構セールものって買えますか？いや、あんまり買わない、ね、あんまり買わない。あ、僕は意外とセールアイテムってあの割といいもの残ってたりしてて、すごい見に行くんですよ。そうなんですね。今回ぜひこのサイトでセールアイテムを買っていただきたいというか、このサイトを見て僕は普段からちょっとリサーチをしたりとかいろんなアイテムを探したりするんですけど、あの今から紹介するサイトを結構ね、あの海外のサイトなんですけど、割とね、海外のサイトめちゃくちゃセールしてるんで、すっごい安く買えます。なので、まあ、普段からね、あのもし日本で狙っててちょっと気になってたけど、あ、これラッキーサイズあるじゃんみたいなこともあるかと思うので、このサイトでね、ぜひ冬のセール漁ってみてください。意外と日本のセールってもうね、残ってなかったりするんですよ。なんでかっていうと、あのこの時期多分一般の方、アパレル業界やられてない方絶対わからないと思うんですけど、あの VIP セールとかプレセールとかサンプルセールっていうものがあるんですよ。まあこれもね、すごいね、あのニッチな部分ではあるんですけど、それ何かって言ったら、まあ上顧客様っていうのがね、絶対にいます、ブランドには。そのまず上顧客様に向けたセールをね、打ち出していくんですけど、まあ、そういった、上顧客様のプレセールとか、VIP セールっていいものやっぱそこでなくなっちゃうんですよ。でそれが、まあ、やっぱりなくなっちゃって、まあ、自分たちのセールに落ちてくるんですけど、まあ、そういうこともあるので、もしよかったらサイトとかで逆にもう探しちゃって、そっちで買った方がもしかしたら安いんじゃないかなと思ったりするので、僕はなんか両方行って両方買ってる身からすると、まあ、その経験談もあるので、そこを含めちょっとお話しさせていただければなと思います。ということで今日は今日も行きたいと思います。よし、ということでまずこちら、ハイトンパーフェッチでございます。パーフェッチ買ったことあります？あ、見たことある。見たことある、はい。結構有名なんですけど、一応海外のセレクトショップですね、大手セレクトショップみたいな感じで、まあ本当に偽物が多いんじゃないですかとかね、よく聞くんですけど、完全に正規のもので購入できるサイトでございます。で、ファーフェッチってね、本当に海外の中でも利用されているお客様が多いので、やっぱりどうしてもブランド数だったりとか、型数が結構ね、多い印象です。で、僕絶対最初にファーフェッチ見るんですよ。ファーフェッチにあるもので、がっつり見て、まあやっぱりね、あの、アクセス数とかも多いので、結構ソールドしてるアイテムとかも中には多かったりするので、まあ同じものを最初にスクショ取るんですよ。欲しいものとりあえずバーってスクショ取っていって、まあ、他のサイトでも探せるようにするんですけど、まずはファーフェッチ、まあ、順番としてファーフェッチでそのまま落ちていって、まあファイブフィストとか、あとはエッセンスってところをどっちか見るんですけど、まあ、ファイブフィストは香港の通販サイトで関税と、消費税一切かからないので、まあ、サイトを見やすくてストレスなく見ているってところは僕個人的に好きな部分ですね。あとやっぱりこう結構厳選してる、なんかこう売れ筋を厳選してるような感じで、本当に人気な方数だったりとかが多いなって印象と、ライフスタイルウェアだったりとかライフスタイルにも特化してたりするので、あのスキンケア用品だったりとかシャンプーとかも含めギフトアイテムに特化してるような気はしております。で次こちらエッセンス、先ほども話したんですけど、ここも僕大好きで、まあ本当にここも比較して購入するんですけど、エッセンスはね、着用イメージが分かりやすいんですよね。もうモデルがめちゃくちゃストレートで立ってるか、もうパンツカットディティールだけとか、なんか本当にシンプル、めちゃくちゃ究極にシンプルだから、なんとなくこう、しかも全員同じモデルが来てるからイメージしやすいというか。でもエッセンスの嫌なところが、あの探しにくいブランドめっちゃあるんですよ。でも AI が結構頭良くて、関連一回調べたらその人に合いそうなシューズのブランドをバーって下に出してくれるんで、まあ、そこの AI 機能はめちゃくちゃ個人的には好きで、あとここエッセンスのやばいとこは鬼安いんですよ。あの期間中でたまにクーポンとか出てるんですけど、マックス 80% オフとかのクーポン出てて、
めちゃくちゃ安く買える時があるんで、ちょっとハイブランドとか欲しいなって考えてたりとか、買ってみたいなと思ってて、まあ一回試着した方がいいと思うんですよ、どっかのお店とかで。で、まあ買ってみるっていうのも一つじゃないかなと思うので、ぜひね、僕がよくやるのはシーズンとかで13段とかよく着てて、ああこれ試着したけど買えないわ高くてみたいな時にパッて見たら、あの日本だったら23万ぐらいするんですけど、もうファーフェッチだったら半額以下とかなってて、もう10万とかで、まあ高いけどね、それでも高いけど、プロパーで買うよりはだいぶねお得には買えるので、まあそういった買い物の仕方すると、でなおかつそこでシーズンベースパンツだったりとかシャツだったりとか、まあ本当にオールシーズン使えるようなアイテムチョイスをしてあげることで、あんまり損のない買い物の仕方ができるかなと思います。はい、次こちらアントニオーリーっていう海外のサイトですね。僕結構見てるんですけど、まだ未だに買ったことはなくて、多分ショピファイ使ってるのですごいね、触りは見やすいっていう印象で、結構モードな印象が強いかなって感じですね。モードなブランドがすごい特化されてたりとか、まあまあまあもちろん幅広いんですけど、ここのいいところはクーポンが結構出てるんですよ。だから僕意外とクーポンでこう買おうかなと思う時があるんですけど、まあ他のサイトを比較して結局そっちで買っちゃうとかもあるんですけど、ここも結構見てますね。タイミングによってはすっごいいいものを安く買える時があるので、ぜひ見といてほしいです。今からクリスマスとか年末年始にかけてクーポンちょっと増えてったりとかすると思うので、まあ、そういった点で、あのこの辺はぜひ僕はおすすめしておきたいですね。あとこちらミスターポーターですね。ここはね結構割と大人な感じがします。なんか本当にイギリスの英国のなんかお堅いブランドから、まあ今の、まあ、ボッテガベネタとかも入ってたりとかするんですけど、結構幅広いので大人が見ても楽しめるブランドが多いのかなって非常に思います。で仕入れてるアイテムも基本的にベーシックですね。本当にベーシックでジャストサイズでみたいな、こう買いやすいアイテムだったり、絶対外さないバッグだったりとか、まあ、シューズだったりがあのかなり強いので、僕は意外とこれ30代から40代向けのサイトなんじゃないかなって個人的には思って、見ております。ここもぜひおすすめなんで見てみてください。はい、次こちら、はい、ユークスですね。ユークス、まあ、ユークスはね本当に激安すぎてやばいですね。でもその代わりあんまいいの残ってないです。本当アウトレットっぽい感じかな、どっちかというとオンラインの。本当にね 90% 割引とかになってるの。 90%? そうだから、なんかマルジェラ2年前の2万とか、そうそうそう、ドメブラみたいな価格で買えるっていう、まあ、ユークスは結構いいですよ。なんか掘り出し物探すのにはちょうどいいというか、コレクションブランドって意外とね別に今年じゃなくても着れたりするんですよ。まあ、そういったブランド、例えば3年前のバッグが欲しいとかなったら、もしかしたら全然奇抜な色で残ってたりとか、まあ、そういったちょっとあまりこうベーシックなファッションがしたいって方は多分いいものを探すとないんですけど、ちょっと派手なアイテムが欲しいなとか、ちょっとピンポイントで自分他と違ったアイテムチョイスしたいなみたいな方はユークスめちゃくちゃ利用できると思うのでおすすめしたいです。はい、ということでチャッチャチャッチャチャッと今6個ぐらい話したんですけど、ここは僕いつもね、あのセール前だったりとか年末年始とか 今のちょうどこの時期ぐらいかな、よく見てるようにしてて、やっぱりねちょっとお得に買えるものってなんかいいなって思いますし、まあ、こういったハイブランドって残ってったらラッキーって思う。なんかね本当に僕だったら現行で買うとき、普通にプロパーで買うときもあるんですけど、でもやっぱりね数買えないから、まあ、ちょっと残ってたらいいのないかなみたいな感じで、あの片手間で深夜とかにお酒飲みながら見てるんですけど、本当に自分自身にちょっとご褒美じゃないけど、まあ、クリスマスプレゼントにしろ、まあ、誕生日プレゼントにしろ、その恋人友人の方にギフトするときにちょっとプチッとセールだけど、別にセールって言わなくてもハイブランドだったら嬉しいじゃん。まあ、そういったちょっとブチッと贅沢なものを渡したいときにはおすすめかなとは思いますし、まあ、ただちょっとこれ彼女にプレゼントするのはちょっとあれかもしれないですけどね、セールアイテムを。まあちょっとそこは分かんないけどね、その人の塩梅によるけど、まあ、ちょっとこう安く抑えようってしたいって方は、ぜひこの海外のブランドを、やっぱり日本でやるとね、関税とか消費税とか乗ると結構高くなるんですよね。でもそこを海外の値段で買えるってところは、まあここの海外サイトのいいところじゃないかなと思うのと、どうしてもやっぱ送料高いんですよ、海外サイトで買うと。送料高いんですけど、実はね、送料無料にするクーポンが出てたりとか、あの送料が6万円以上でタダとかになるところもあるんですよ。正直1個買ったら6万円超えるものとかもあるじゃないですか。実際にはね、送料も無料になるサービスもあったりするので、まあそういう時に合わせて、
購入していただくのは僕は個人的にはおすすめなので、ぜひともやってみてください。はい、ということで本日はこちらの僕が普段から見てお得に買い物する海外サイトをピックアップしてみました。よければね、参考にしていただいてお買い物してみてください。はい、本日の動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最近 YouTube 頑張っておりますので、良ければご覧ください。皆さん何かありますか？ぜひ見てください。謙虚。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。デスでした。はい。